今回は、シグウィンちゃんは合法に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。朗報、シグウィンちゃん合法。あれから何年も経って、私はすっかり大人になりましたが。合法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 ロリタスカルハスハス神、うろう、ペロペロペロ合法来たわー。俺たちの勝ちだ。じゃあ、入れるね。いっぱいもちもちするね。おへそ舐めたい。人によっては非合法、ただしドリーよりロリ感あり。また合法ロリ、好きだからいいけど。ロリバーかっここの先はミルクセーキが滲んでいて読めない。患者が大人になる前にはとっくに成人してるのでは。朗報が合法で候。ありがとう、行くね。メルジーヌが長命種だろうから3桁は硬いだろうからそうやろな。もともと100歳以上ってのは他のメルジーヌの話でほぼ確定してましたよ。ユーノマナ娘、メルジーヌはエリナスから生まれたからユーノマナ娘じゃない。メリジューヌとかクピシジンみたいな大人でも見た目子供みたいな種族好き。合法なんておまわりさんは来ないでください。少なくとも成人のエミリエより年上と、これは朗報ですね。これにはロリコンもにっこり。いかがわしかったですか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとオープン主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。